はい、どうもバセの人生です。バセの梅場です。はい、今回はですね、まあ、年末早々ね、たくさん初売りにね来ていただきありがとうございました。そしてね、今回ねご紹介するのはですね、前回動画でね一回ご紹介したと思うんですけど、和漢シルバースミスのねオーダー受注会っていうのをね、今月いっぱいまで行っております。ものすごくね売れるよね。人気ですね。もう皆さんも選びまくってますね。なんかバースデーのスタイルにはね、やっぱこういうちょっとこう、ラグジュアリーなね、そういう上品なやっぱシルバージュエリーっていうのがものすごくね、やっぱこう提案にハマっていただいててですね、やっぱこの、まあ、九州初上陸というか、まあそういうこともありまして、この和漢のねやっぱ魅力をね店頭でお伝えできればなと思ってるんですけど、それがまたすごくねやっぱオーダーされる方が多くて、ちょっと私たちも驚愕をしております。で、まあ、今約1ヶ月ぐらいですね、店頭に並べてみて、まあ、どれが人気かっていうのありましたよね。うん、そのね、ベストヒットはね、ありました。各々のカテゴリーであったね、うん、なんでその、リングの、まあ、ベストアイテム、そしてブレスレット、まあ、ネックレス、あとバングルとかですね、その辺の、まあ、売れ筋系を今日はご紹介していこうかなと思います。はい、はい。まあ、このチャンネルではですね、ファッションに関すること、まあ、アイテム紹介、スタイル紹介ガンガンしていくので、ためになったとか参考になったという方はぜひチャンネル登録お願いします。そしてグッドボタンもよろしくお願いします。お願いします。じゃあそしたら、まあ各ジャンルの売れ筋を、まあ僕とリスナー一個ずつ紹介していきましょうか。そうね。はい。いきましょう。そしたらじゃあ最初どうしようか。ブレスから紹介していきましょうか。やっぱ一番こう存在感のあるアイテムですね。そうですね。うん。見てる人も多いので気になってる方も多いんじゃないですか。ブレスレット。和漢の人気シリーズブレスレット。まあここら辺もね、ちょっとじゃじゃっと紹介していきましょう。まずはどれ？僕はやっぱりオーダーもらったのどれ？オーダー多かったのは、うん、まあ、このアイテムは多かったですね。あ、グラジュアリーね。そうですね、グラジュアリーパターンの、ね、まあ、僕もまあこれ結構好きなんですけど、このモチーフが、うん、まあ、っていうのもあって結構僕はオーダーもらうことが多かったですね。コマがね、うん、こっちからこっちにかけてどんどん大きくなっていくっていう、そう、うん、そういうブレスレットなんですけど、これはねオーダー確かに多かった。うん、ちょっとつけてみて。あ、そうですね、つけましょうか。うん、どうぞお願いします。はい、Tバーをね、ここフロントにね、こういう風に持ってきてもいいし、うんうんうん、逆にちょっと印象的なこっち側の大きいところをね持ってきてもいいし、こういう感じです。このシリーズはやっぱ人気でしたね。うん、これ多かったっすね。やっぱりプレーンタイプの、まあこういうのとかですね、これ普通のタイプとかも結構もらうことはあったんですけど、やっぱり他のものと違いが少し出したいっていう方とかが多かったので、まあ、僕はこれをおすすめしてましたね。うん、であと比較的なんか僕のなんていうんですかね、お客さんというか手首細い人が多かったので、こうやって駒を余った分ですね、何駒か詰める方も多かったですね。うん、うん、うん、まあ、オーダーの良さですね。そうですよね。なんで僕も実際これぐらいの緩さだと詰めたいんで。そうなんですよね。俺結構甘い方が好きだけどね。そういう、確かにリズさんこれぐらいつけてますね、いつも。うん、僕はもうちょっとビタッとつけたいので結構詰めるのをおすすめしてました。うん、で、こっちの、あ、こっちの、まあ、このグラジュアリータイプで6万のプラスタックスですね。うん、66,000円。税込みで66,000円。シルバー925でこの値段ですよ。そう、なかなかお買い得じゃないですか。確かにね、この重量感で、しかもさ、オーダーで仕上がってきたやつってもっと綺麗やったもんね。でしたでした。うん、輝きがすごい良かったです。なのでこれよりももっとピカピカの状態っていうのをぜひ覚えておいてください。うん、じゃあそしたらリュウゼさん、うん、どれでしたか。まあ俺がオーダー一番受けたのはやっぱ、うん、この同じコマのね連結してる一番太いタイプ、この手のね同じ太さでこうずっと連なってるタイプ、この手はねものすごく提案が僕もオーダー受けることが多かったです。ちょっとねこちらの方をね写していただきたいんですけど、実はですねこれが一番ちっちゃい細身のずっと同じコマのサイズのタイプ、真ん中のタイプ、そしてこれが一番大きいタイプなんです。そう、値段がですねこれ29,800円、39,800円、49,800円と1万ずつアップするような形なんですけど、一番大きいやつがねやっぱ存在感があるから、それこそやっぱオーダーされる方が多かった気がしますね。うん、気がするっていうか一番売れてんじゃないかな、やっぱ。いや、そうでしたね。そうそうそう、こんな感じです。うん、そう、
結構そのなんかグラジュアリーとかそういうちょっとこうねグラデーションになってるような大きさではなくて、ずっと均一でどこの見え方でも結構こう大きさが分かるような、そんなねあのブレスレットは結構人気でしたね。これがお値段が 49,800 円の消費税になります。それで 49,800 円ってやっぱ安いっすよね。安いよ本当に。そうそう、こういうちょっと T バーもまたねちょっとセンスのいい上品なデザインなんで、僕みたいにジャケットを着たりする人でもね結構ねさらっとさりげなくというか、まあどっちかといったらねこのタイプは一番大きいサイズなんでちょっと印象的な感じになるんで、ぜひおすすめです。はい、いいですよね。冬場ってやっぱりこうリングとかが見えがちになるんですけど、そうね、あれじゃないですか、ジャケットとか着てるとチラッと出るじゃないですか。そうね、動いた時とかに。だけどちょっと俺は甘くつけたいよね、うん、見せたいから。ああなるほどですね。そうそうそう、そんな感じのブレスレットになっております。はい、そしたら続きましてリングの方ですね。はい、こちらを紹介していこうかなと思います。はい、じゃあ先にリュウセさん今回どうですか。俺もねオーダーしたやつちょっと紹介していいかな。結構オーダーがすごく多かったのがですね、このリングなんですよ。枠毛リング、わおしゃれ、センスいいっすよね。そう、ちょっとねこの T の字になってるこういうねちょっと釘のデザインをしたこういうくるっと回ったデザインがねすごく特徴的です。これですね、まあ、僕はね人差し指サイズでオーダーしたんですけど、まあ、こちらのね人差し指サイズとそして小指サイズとピンキーでもお探しの方でもねこういうサイズに調整することができます。でサイズ感によってねちょっとね、金額が違うんですけど、これはちっちゃい方で1万の消費税、そしてこっちが1万4000円の消費税になっております。意外とねなんかこうさりげなくてすごく上品なんで、そう小指につけるのもいいですし、こういう人差し指でねちょっと印象的に大きめでつけるのも僕はいいかなと思っております。いいですね、主張の具合がちょうどいいですね。そうなんよ、うん、そう俺はすごく好きだし割とリーズナブルだしね、うん、そうすごい多分指輪の中でもトップクラスに多分オーダーがついたんじゃないでしょうか。多分一番多かったですよね今回。多分一番多かったと思います、うん、今の1ヶ月間ですね一番多かった、うんうん、一番多かったです。はい、私はこちらのご紹介でした。はい、で、はい、で、僕が紹介したいのはこちらの石付きのシリーズですね。今回このターコイズとホワイトターコイズとこのオニキスの3つのバリエーションがあるんですけど、これ多分皆さんもなんとなくわかるんじゃないですかね。今回僕が紹介するのはこの真ん中のホワイトターコイズです。これがですねすごい良くてこんな感じです。ターコイズほど主張しすぎず、ただオニキスほどの何て言うんですかね、こう重さもなくさらっとつけれる、でこの感じがすごいいいんですよね。あ、リュウゼさん、あ、ちょっとお客さん来たみたいでちょっと行っちゃいましたね。ここからは僕一人で紹介していこうと思います。まあ、リングはこちらですね、このホワイトターコイズで、このワカンシルバースミス、こちらのですねいいところはまあこれツヤもいいんですけど、使っていくほどのやっぱ経年変化、シルバー特有の経年変化があるじゃないですか。どん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 お持ちのアクセサリーとかもこういぶされたような感じで酸化していって色が変わっていくと思うんですけど、この変化の仕方がすごいいいのがワカンシルバースミスです。なので比較できるものがあればすごい分かりやすいんですけど、一応あるんですよこれが。これがあって、リングまたちょっともう一回紹介するみたいな感じなんですけど、これがツヤアリバンのそのままのところですね。でこっちが若干変化させてる状態なんですよ。こういう風な感じで、こう中もこういう色の違いが分かるんですかね。こういう感じで変わってくるので、こっちも若干違うんですよね。こういう出方がもっといい感じの何ていうんですか、こう黒さ具合というかなるので、これはですね、まあ数年使っていただいてより実感できるところだと思います。だからリングとかも実はこういうところですね。これちょっと待っていいですか。こういうねじってるうねとかこういうところからやっぱりこう凹凸が陰影が出てくるんで、そういうのもぜひ楽しんでみてください。はい、でリングの紹介はここまでですね。でそしたらちょっと次はネックレスを紹介していこうかなと思います。でネックレスが正直言って結構どれも人気だったんですよね。人気でごつい系でいくとやっぱりこのショートのこのタイプですね。このコマが徐々に大きくなっているこのグラジュアリータイプのショート、まあそして結構ほぼ同率なんですけどね、この
ロングの方のグラデーションのタイプですね。この2つがやっぱ人気でしたね、一番。で、そして、次に人気だったのが、なんと、華奢な方ですね。大きいやつほど存在感出さなくて、さりげない存在感が欲しいっていう方とかは、まあ、このタイプ。このちょっと絶妙な長さのせい、長すぎず短すぎずのこれぐらいが、すごい、まあ、うちではこの人気でしたね。こっちの次に人気でした。じゃあ、早速、じゃこの辺もですね、まあ、前の動画でも、まあ、ご覧いただいた方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっとつけていこうかなと思います。はい、つけてみると、こんな感じです。ちょっと寄ってもらってもいいですか。こういう感じで、徐々にコマの大きさが変わっているので、アクセントになります。まあ、正直、本当些細な違いなんですけど、これが結構、印象変わるんですよね。で、この、いわゆる T バーの部分ですね。ここの部分を、まあ、こういう風に正面に持ってきたりとか、少し図出して、したりとかして、こう見え方を変えるっていうのも一つの使い方です。で、まあ僕は前の動画でも、まあ前のワカンの紹介でも言ったんですけど、このロングの方ですね。やっぱり、こいつは人気でしたね。まあ、使い方としては、シャツ閉じてその上につけたりとか、それこそ今日着てる僕のこうパーカーとの合わせもいいんですよね。はい、こんな感じです。つけてみるとですね、このやっぱ長さがある分、いろんなバリエーションでいけるんですよね。パーカー、シャツ、まあ、T シャツはもちろんですけど、その上からつけれちゃう。これが結構ポイントですね。なんならスイングトップとか、こういうジップがあるものの上からザクッとかつけたりとかしても、めっちゃかっこいいと思います。こんな感じの垂れるデザインですね。でまあ、左右対称なんで、この感じがアクセントにあってすごくいいです。この感じですね。はい。で、この華奢の方もつけていこうかなと思います。こちらの華奢の方もつけてみました。こんな感じです。もうほんとさりげないですよね。アクセント的に。ポイントとしては、こういう風に、騎兵とこの小豆型のコンビネーションになってるんですよね。なので、ここもポイントっすね。ちなみに、全部、こっちの小豆のタイプにしたり、騎兵のタイプにしたりとかっていう変化ももちろんできるので、そこはご要望に合わせて、ぜひ、言ってみてください。で長さに自体も、まあ、これももちろん、調整できるし、最初につけたこっちのこの辺ももちろんコマの数とかは短くも長くも調整できます。ただ長くするときはお金はかかるんですけど、短くするときはもちろん無料でできるので、そこは首の長さとかですね、まあ、首の幅とかに合わせて調整できるので、ぜひ測りますので、そこはバッチリ任せてください。はい、それでは最後のバングルですね。バングルもうちの中では人気もあるんですけど、やっぱりブレスの方が一番人気はありましたね。で、その中でも、バングルはやっぱり一番反応が良かったのは、こちら。こちらの、見てください。この形状美。これ何の形かわかりますか？これ、こうですね。こっちの方がわかるんじゃないですかね。これはですね、フォークなんですよ。フォークの形をしたバングルです。まあ、中世ヨーロッパの方とかですね、このカトラリー銀のですね、こういうフォークとかスプーンとか送る文化があり、それを元にしてデザインしたと。まあ、エルメスが昔出してましたからね、こういうのですね。そこからのデザインソースです。これは元からいぶされてる状態でございます。はい。こういう節のところだったり、こういう内側とかをですね、こう見ていただけるとわかると思います。ヴィンテージ調に仕上げております。こちらと、もう、ド定番。ドシンプルな、このプレーンタイプ。これですね。このプレートのところが、すごいやっぱ人気でしたね。こちらが人気でした。まあ、どのスタイルにも相性いいし、アクセントとしてはちょうどいいですよね。まあ、ほんと定番の一発というかですね、定番の一本ですね。この辺は。じゃあ、この辺つけていきましょうか。はい。つけてみると、こんな感じです。こう見ると結構シャープですよね、見え方が。で、付け方としては、このタイプですね、僕おすすめは、逆で付けるんですよ。こっちですね。こう付けるのがおすすめです。見え方が全然違うの。これわかるんじゃないですか？このフォークの、この、形だったり、こっちの絵の部分とかですね、この形状がすごい綺麗にわかると思うんですよね。で、見てください。ここの、和感作ってる佐藤さん。ファッションもすごい好きな方なので、この先をですね、洋服に引っかかりにくいような
形でこう丸くしてるんですよね。これもちょっとしたポイントの一つですね。まあ、アクセサリー引っかかりがちなんで、これもまあぜひぜひ、まあ、理由としてはそうですけど、デザインとしての形状美学もかなり高いですね。と、こっちの、まあ、プレートタイプですね。まあ、想像つきますよね。これがかっこいいのって。まあ、ほんと、なんか言うことないなと。見た目の良さ、かっこよさ、まあ、シンプルさ、つけやすい。まあ、それこそ左手とかだったら、あ、僕腕時計してないですけど、腕時計とかつけたりとかして、合わせてつけても、結構、つけやすいと思いますね。これぐらいの主張の仕方だったら。まあ、兄貴に戻ってこないかなと。流星さんが戻ってきたらですね。あ、腕時計つけてるからちょうどいいんですけど、まあ、まだいないんで、まあ、そこは、まあ、次回のお楽しみと。はい。そういう感じにお願いします。はい、和感シルバースミスのオーダー受注会。これですね、今約1ヶ月やってみての、まあ、投稿じゃないですけど、まあ、売れ筋、まあ、どの辺が皆さん売れてるのかな、買ってるのかなっていうところの、まあ、ベストバイみたいなものを紹介させていただきました。まあ、なんとなく皆さん想像してるアイテムって結構多かったんじゃないですかね。大体この辺が人気なんじゃねえかなっていうのは、まあ、皆さんある程度目星はつけてるとは思うので、このイベントはですね、1月末までやってるので、その期間中だったらいつでもオーダー可能なので、ぜひ実物を見てオーダーしてみてください。それこそこの1ヶ月間最初のやったのが12月の11ぐらいですかね。その時にオーダーした人とかはもうすでに届いてるからですね。その人たちもやっぱり迷うわけですよ。あれがいいな、これがいいなって迷って、じゃあとりあえずブレスレットだけにしときますか、リングだけにしときますという方も届いて実際見てみて、やっぱりこっちも欲しい、あれも欲しいっていうのも出てくるんですよ、これ意外と。なのでぜひお早めに来ていただいて、今だったら、まあ、それこそ今週のうちぐらいにオーダーしていただければ、届くのは1月以内に届くと思うので、そこからまた選ぶこともできるからですね、ぜひ早いタイミングで来ていただけるのをお待ちしております。今日は和感シルバースミスのご紹介でした。最後まで見てくださった皆様、ありがとうございます。まだチャンネル登録してない方がいらっしゃれば、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画で店頭でお会いしましょう。